今この気持ちを素直に言います。皆さん会場に来てくれてありがとうございます。何を力に今この時代生き抜いていくか、いろんなものにパワーをもらいながら諦めず前向いて、みんなのその一つがプレスだったら嬉しいです。はい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 、改めて言っておきますけど疲れてないです。この疲れない体、諦めない心、これからも新日本プレスを引っ張っていきます。今日はありがとうございました。改めての新日本プロレスエース宣言、原志郎です。うわー、もう暑かった。なんか本当にもう、いやー、エネルギーの湧き上がる根源というか、なんかいろんなものが分かった気がしますね。本当最近昨今だとそのエネルギーとなるとイコール高木慎吾、そういう見方がされてましたが、プロレスラーがそれぞれやっぱりかけがえのないエナジーを持ってますね。持ってますね。お、拍手によって戻ってきました。はい、戻ってまいりました。辻陽太選手がちゃんと用意していました。エアギター、高いな。天井をギリギリかすめて、さすが元アメフト部、ゆっくりと今天井の上行ってる高さ、おお、キャッチ成功。名古屋純地元と言っていいでしょうか、この選手。あ、ですね、はい、盛り上がってください。でこの熱い熱い名古屋の地を温めています。疲れてないって言ってましたもんね、はい、さっきの柴田選手の言葉じゃないですけど、怪我しててもしてないっていう意味に上がったらしてないんですよね。そうですね、はい、ということはこれも疲れてないって言ったら疲れてないですよね。だから残念ながらゲア自体はもう壊れてしまってなかった。あった、まだ音出た。もうないですね。ないです。長いね、ほらシリーズだったんで、やっぱりエアギター1個しか挟めなかったと思うんですよ。なるほど、ね、壊した、ないと。エアギターを探してるのか。お客様の中でエアギターのお持ちの方はいませんかと。いや、そんな都合よく出てるな。いっぱい持ってんな、いろんな人いっぱい持ってんな。あ、エアだから安心。持ってる人めちゃくちゃいますよね。愛知県は
スはしっかりね、この4面のお客さん全てに見せるんですよね。はい、どこにも思い出を作るというね、4面に。皆さん、お付き合いありがとうございました。明日からも皆さん気をつけて生活して、またプロレスに来てください。今日はありがとうございました。ということで、じゃあ最後に一つだけ言わせてください。明日、東京ドーム大会、メインイベント、まだイブシが出られるかどうかわからない状態です。なので一個アピールしといていいですか。盛大にやってきますよ。準備できてます。準備万端。皆さん、皆さん、愛してます。まだどうなんか分かんないけど、もっと自覚のある選手がいるって考える人もいるかもしれない。いるかもしれないけど、明日試合ない選手は限られてるし、他に誰も言ってないんだって。自力で自分の力で IWGP にたどり着くのが一番かっこいいのは分かってるけど、こういった負傷欠場まだ分かんないけど、僕も負傷欠場して他の選手に何度も救ってもらったことがあるし、言ったらばこの仕事に限らず、今のこの世界、助け合って生きて行かないといけないじゃん。100日後に仕上がる棚橋、現在62日目、志3分の2ですけども、しっかりとした時間を過ごしてきたので、最後まで俺はね、イブシの選択を尊重しますよ。尊重します。それぐらいの大舞台だから。ただ、俺はいつでもやってやりますから。俗に棚ぼたって言うんですよ。